FM 読谷に観光客の方が遊びに来ていただいておりますので、ちょっとインタビューしてみたいと思います。こんにちは。こんにちは。お名前教えていただけますか。株式会社エリアネットワークの橋本です。株式会社エリアネットワーク、はい。どちらなんでしょうか、この会社は。ですね、本社があの静岡、あ、ごめんなさい、あ、ごめんなさい、どうぞどうぞ。本社が東京にありまして、あと支店が静岡にあります。はい、はい、ね、間違えたから会社から怒られるんですよね。はい、ちょっと怒られちゃいます。怒られちゃう。あ、大丈夫です、放送します。ですね、お名前は、はい、橋本さんですね。そうです、はい。橋本さん、本日は予備炭村に訪れてるのは、はい、理由は何ですか。観光ですか。ですね、メインは仕事です。メインは仕事ですよね、はい、多分そうだと思います。あの会社名を名乗られてる方って、はい。まあ、どういった、お仕事なんでしょうか、このエリアネットワークさん。ですね、仕事はいろいろあるんですけども、僕が所属でやらさせていただいているのは、各企業様宛にですね、お使いいただいている業務用の、基本料金の、削減をご提案させていただいています。すごい仕事ですね。はい。もう映像をご覧になっている方はですね、はい、やる気に満ち溢れた顔をされている橋本さんでございますが、読谷村は何回目ですか。読谷村は、2回目です。2回目、はい。以前はどちら行かれたんでしょうか。ですね、あれ、あれ、女村で、あ、違いますよね。女村は読谷村と違いますね。違いますよね。あ、じゃあ今回初ですか、ね。多分初めてです。初めて。はい。読谷村といえばどういったものを思い浮かべますか。正直そこまで。そうですね。あ、そうなんですか。一応紅芋とかがね、有名な。はい。紅芋タルトとかは食べたことは。あ、あります、あります。めちゃくちゃ美味しいです。ですね、お菓子御殿さんというところでね、販売されてますので、はい、読谷本店ございますので、ぜひ行ってみてください。はい。他にもですね、日本一大きい審査とか、結構見どころは満載のことありますのでね、ぜひ回っていただきたいなと思うんですが、はい、最後になんですが、予備炭村に来て良かったなって思うところ何ですか。良かったな、そうですね、僕はもともと東京の方出身になりますんで、こっちに来た時にすごいやっぱその雰囲気ですよね、こちらのなんか、向こうにはないこうなんか安らげる雰囲気っていうのがあってですね、僕はすごいこう初めて沖縄に来た時にすごいいいとこだなっていうのが第一印象すごいありまして。そうなんですね。そうなんです。ウチナータイムというふうにね、沖縄の時間というふうに言ってますけど、はい、地元の人、それに近い感覚ですかね。そうですね、ちょっと今度の方の時間軸とは少しずれてるのかなって、ゆったりしてると言って。あ、そうですね、そういう意味でちょっと使われたりしますけど、はい、そういうのが心地いいということですね。すごい心地いいです。もうむしろ移住したいぐらいです。あ、移住ぜひしてください、ね、その際にね、読谷村に来ていただいて、はい、ね、また日本一人口の多い村ですので、はい、さらにその一員になっていただければと思いますので、はい、ね、またお越しください、はい、本日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。